森口営業所大阪シティバス森口営業所は大阪府森口市にある大阪シティバスの営業所国道1号に面している最寄りバス停は森口車庫前京阪バスドイ停留所配置車両の側面及び後面窓ガラスに貼られる所属営業所を示すシールの表記は守るである主に宮古島区や旭区など大阪市北東部の路線を担当しているは 森口車庫及び総合医療センター、天間橋、花博記念公園北口で行っている。森口車庫前バス停の校舎場は営業所内に設けられている。1935年に大阪市電気局森口自動車運輸事務所として開設されたのが始まりで、一度廃止された後再開設された経緯がある。大阪市が設置、運営している公営事業だったが、 大阪市外の森口市に営業所が設置されていた。東大阪市内にあった東成営業所さんの接種が廃止に伴い閉所したことで、この時点で大阪市外に設置されている大阪市営バスの営業所としては唯一となった。森口市に所在しているため、所属車両はすべて大阪ナンバーであった。2010年3月28日に、旭区新森2丁目に、 新森奏車場が廃止されている。また、京橋奏車場での奏車は、同日に、東成営業所へ移管されたが、2014年4月に、東成営業所の廃止に伴い再度、担当奏車場となっている。大阪市交通局の民営化に伴い、2018年3月31日に、大阪市営バスの営業所としての業務を終了。翌4月1日に大阪市ティバスへ譲渡され、 同社の営業所となった。運行区間画用15系統は、森口市の森口車庫から、朝引宮古島区を経由して天満橋駅に至る路線である。57号系統と同じく、宮古島区を南北に従管する路線である。このため、運行本数も多く、乗客も多い。また、大阪市電14系統の代替路線でもある。なお、15及び、 区間便の 10A 号はそれぞれ天間橋発着路線及び総合医療センター発着路線の出入庫便を兼ねるため一部は中型車でも運行される遠隔2002年1月27日の大阪市営バス再編前は幹線110号系統であったまたかつては天間橋を発着し路線が一部重複する系統として 感染47号系統が運行されていた時代もあった。なお、1 1 0号系統は、総合医療センターが開設されるまでは、地下鉄宮古島発議であった。総合医療センターの開設により1994年3月31日に、感染林110号系統と、感染1 1 0号系統が統合し、総合医療センター前停留所を設置してできたもので、ある。 この当時天間橋筋は日の口町交差点ながら東交差点が開通していなかったため宮古島通りの日の口町交差点天神橋6丁目交差点が常時渋滞していたことから宮古島通りを経由していた関線林110号系統は常に1時間遅れるなどの問題を起こしていた。また関線林110号系統は天神橋6丁目を奇襲点とする最後の 芝バス路線であった。2002年1月27日に感染110英語系統から110英語系統に解消した。また、かつては森口車庫総合医療センター間には新森公園経由の特33号系統が運行していた時代があった。特33号系統が運行開始する前には当時の感染110.110英語系統の 森口車庫域療法の前後面の行き先表示幕に、中宮の経由の表示がなかったが、特33号系統運行開始後には、中宮の経由の表示が付けられ、現在に至っている。2014年4月1日より110号は、系統番号が10号に変わり、110A 号は廃止、代わり20号系統の区間便として、45号系統の、 送り込みを兼ねた入出庫系統の 10A5 系統に変更。また担当は東成といたかのが外れて森口単独となった。2018年2月13日より担当にいたかのが再び加わる。ダイヤ及び停留所10号は1時間に2から4本程度の運行。10A5 は45号の送り込みを兼ねているため本数は一定していない。その他110号だった時代は、 110号系統、110、A 号系統ともに表示幕には110と表記されていた。運行区間概要18号系統は、北辰美バスターミナルから、陸の区中部、北西部を通って、天皇軸北東部を結ぶ路線。遠隔も、ともとは、幹線18号系統であり、現在と同じ上本町6丁目、北辰美バスターミナル間の運行であったが、当初は、 鶴橋駅前引く大池橋間は鶴橋保育所前、経由であった。この当時、特21号系統、幹線21号系統、特 21A 号系統が存在した。後に、幹線18号系統は、地下鉄、今里経由に、経路変更し、2002年1月27日に、現在の18号系統に解消した。 以前18バイト号系統が、四川18号系統であった頃は、長期地営業所の経営執行であった上新名。東住宅始発便がそのまま、感染時代のこの系統の運用に入って、上六層車場の系統の運用に入った。逆に、北辰見バスターミナル初最終の上新名。東住宅前駅は、感染18号系統で、 上本町6丁目から来た辰見バスターミナルまで行き、そこから支線18号系統最終の運用に入った。なお、幹線18号系統と支線18号系統は、かつては一つの系統でつながっており、上本町6丁目上新名東住宅前間の路線であった。ダイヤ及び停留所平日、土曜、休日とも、1時間あたり1から2本の運行である。 現在は森口営業所の担当の路線となっているが、過去には、住吉営業所、長井営業所や行野営業所、東成営業所の担当も存在した、運行区間概要ダイヤ及び停留所概おおむね1時間に1本の運行。休日は、朝から夕方までの運行。運行区間概要遠隔ダイヤ及び停留所平日、土曜、休日とも、昼間はほぼ1時間ごとに運行。 早朝及び深夜などの一部に放出住宅前、もしくは地下鉄深谷橋より、営業運転を開始する便や、地下鉄深谷橋止まりの便が存在する。運行区間概要運行区間概要34号。系統は、森口市の森口車庫から、淀川浅岸沿いに、浅引、宮古島区を経由して、大阪駅とを結ぶ路線である。鉄道空白地域とされる、浅引西部。 宮古島区北部の主幹路線の役割を担っていると、共に大阪工業大学への通学の足としても利用されている。そのため、大阪シティバスの中で運行本数が最も多い路線である。また、森口車庫前から赤川三丁目間は15系統と重複している。森口市と大阪駅とを結ぶ路線は、他に78号系統や地下鉄と二町線があるが、 運行本数も多く、大阪駅での他鉄道路線との乗り換えも容易である。ことから、78号系統や、地下鉄谷町線よりも34号系統の方が、利便性が高い場合もある。地下鉄中津では、御堂筋線と接続している。また、天神橋八丁目では、堺筋線、阪急千里線の天神橋筋六丁目駅と、 接続しているが、やや離れているために乗り継ぎには不便である。34号系統は、非常に高頻度の運行であるにもかかわらず、常時混雑しており、特に袋は、昼間でも、始発の停留所で満員になることが多く、乗車客の多い地下鉄なかつ停留所では乗車できなくなることが時折ある。なお、中宮の多すぎると利用者は減る。始発の大阪駅前行や、 最終の森口車庫全行は大変混雑する。遠隔2002年1月27日のダイヤ改正以前は、幹線34号系統という名前であり、以前には森口車庫前引く地下鉄中津の区間運転である。2007年1月8日の改正以前は、伊鹿野や東成の担当も存在し、2009年3月の再編の際に、 この両営業所の担当が復活した。過去には、幹線97号系統や幹線57号系統との連結運行も実施されていた時代もあった。この頃の往路の終点は、方向転換の都合で、次に、幹線97号系統となる場合は、大阪駅前駅に向かうで、その他は、大阪駅、北口駅に向かうと区別していた。ただ当時の停留所での時刻表では、 終点がどちらになるかは判断できず、バスの行き先幕で確認するしか手段はなかった。現在では、すべてのバスが大阪駅前行きとして、JR 大阪駅高架下の折り場で乗客を降車させてから、大阪駅前、バスターミナルで待機後、歩道2番乗り場に向かって折り返し、森口車庫前として運行している。ダイヤ及び停留所前日の通り非常に高頻度の運行であり、 昼間は1時間あたり8から12本運行している。2014年4月1日より57号系統の、経路短縮もあり34号系統の運行本数が増便され、朝のラッシュ時には1時間に29本運行している。なお以前は森口営業所の他に、中津、東成の各営業所の担当も存在したが、2017年4月1日現在は、 豊の営業所ととの共同担当となっている大阪駅前停留所では、歩道乗り場2番から出発し、折り場は JR 大阪駅高架下にある。この折り場は以前は阪急百貨店梅田本店の前付近にあったが、客待ちタクシーが停車していることも多く、バスが歩道に近づけないこともあったが、JR 大阪駅回送工事等に伴う、大阪駅前停留所の位置の変更に、 伴い現在の場所へ変更されている。1997年12月まで大阪駅前停留所では歩道乗り場3番から発車していたが34号系統でリフト付きバスの運行を開始するのに伴い感線57号系統が発車する歩道乗り場4番と入れ替えになった。これは歩道乗り場3番の前のドアのところには 地下道の出入り口があり、リフトが利用できなくなるための処置であった。2008年1月15日より、JR 大阪駅の改修工事によるバス乗り場一部変更により、34号系統は、歩道2番乗り場からの発車になった。大与毒が、北区と合併する前は、沿線に大与毒役所があり、現在の本城西二丁目停留所が、大与毒役所前停留所であった。 その他2006年度の路線別営業収支は約2億1452万円の黒字であり、大阪市営バスの中で最も黒字額の大きい系統である2017年度の路線別営業収支は約3億4979万円の黒字で営業係数は72である。それに続くのは71号系統の約2億134万円なので、 比較にならないほど群を抜いていることがわかる。ただし、営業係数は、便数が、控えめの62号系統、約1億6200万円の、黒字の67が上である。運行区間が要3 5号系統は、森口市にある森口社庫から、今里筋を経由して、東住吉区の熊田を結ぶ路線である。途中、浅区、城東区、東成区、生野区を通る。 今里筋を南北に貫く路線であるため、東西方向の鉄道路線と接続している。35号系統は、トロリーバスで最後に廃止された3号線の代替路線でもある。多くの区間で地下鉄、今里筋線と並走するため、一時期より本数が削減されている。しかし、今里筋線が乗客の流動を無視した路線設定になっており、 乗客が今里筋線にシフトしきれなかったことから、現在でも一定本数が確保されている。長らく路線別営業収支でも34号系統に次ぐ黒字を確保していたが、2010年に赤字に転落した。遠隔かつては、幹線35号系統として、森口車庫前から、熊玉を幹線 35A 号系統として、森口車庫前引く、地下鉄、 今里間を運行していた。ダイヤ及び停留所平日、土曜、休日とも、昼間は1時間あたり1から2本の運行となっている。運行区間外洋宮古島駅と古市地区、横堤駅を結ぶ路線。焼け野で発車を待つ46系統運行区間、外洋天馬橋、OBP と特案、OBP を通る、唯一の系統である。詳細は、今ザトライナーを、 参照今ザトライナーは、大阪シティバスの直接運営ではなく、大阪市高速電気軌道のバス路線として運営されているが、運行は大阪シティバスに委託され、同営業所が受託している。詳細は、大阪シティバス、中津営業所造幣局桜バスを、参照詳細は、大阪シティバス、中津営業所36号系統を、参照詳細は、大阪シティバス、 中津営業所4 1 a 号系統を参照詳細は大阪シティバス。中津営業所53号系統を参照詳細は大阪シティバス。中津営業所57号系統を参照詳細は大阪シティバス。豊鷹の営業所78号系統を参照詳細は大阪シティバス。豊鷹の,の営業所83号系統を参照運行区間概要地下鉄。 今里筋線開通後の2007年1月8日に86号系統が大幅に減便されると同時に新設された系統。過去に運行されていた千0 2 7 a 号系統と同一路線である。詳細は、豊タの営業所86号系統参照。2010年3月28日のダイヤ改正で 86D 号系統は86号系統に統合され。 廃止となった。詳細は、大阪シティバス、中津営業所、97号系統参照森口営業所、所属車両。森口営業所は、1983年以降は、大阪市営バスの営業所で唯一、大阪運輸支局管轄内にある。写真の車両は、申請導入時は、古市営業所所属であった。2013年現在、大型車、中型車とも所属している。 2012年4月の改正以前は大型車のみでメーカーはイスズ自動車を中心にドトラックス三菱不装の車両も配置されていた。なおイスズ製の車両は1980年代まではメーカー標準車体を仮装した車両をメインに配置していたが1990年代以降2002年のバス再編までは西日本車体工業の 58MC や96 MC ボディを仮装した車両がほとんどを占めていた。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では緊急消防援助隊の移動に際し、同所所属の車両2台が岩手県へと派遣されていたが、その後岩手県釜石市へと無症状とされることとなった。2012年の改正により、港、板鷹の営業所などから中型車が一部移籍し、 21号系統や45号系統に運用されていた。ありがとうございます。